一人前のハンターを目指すモン、わがままお嬢様ビクトリア、そして頼れる用心棒アレックス。三人はかつて戦撃の使い手と呼ばれたモンの祖父タツジーの力添えもあり、見事ビッグサイズのイアンクック討伐に成功した。あれから数日、モンたちに新たなドラマが待ち受けていた。エンタロー剣山、戦いは卵のために。大きなイアンクックを倒したことで自信をつけた3人はハンターとしての充実した日々を送っていた。さあ、こんがり肉を作るで。みんな息を合わせて。こんがりこんがりこんがりと、ウルトラ上手に焼けるかな。ウルトラ上手に焼けました。やった。ほら、もう少しよ、アレックス。頑張れ。ドリュッ。すごいよ、アレックス。いやいや、あのこれ式。そう、あと4匹よ、頑張って。あと4匹って、全部私ですか。いや、今日もうちら頑張ったな。ほんと、頑張りすぎてお肌の手入れをする暇もないわ、ヤナちゃん。でもそろそろ大きなお仕事やってみたいよね。まあまあ、気持ちはわかりますが、そう焦らずに。アレックスはほんとマイペースなのよな。またまた賑やかで楽しそうじゃの。あれ、達人、どうしたん？あ、いやいや、今日はな、お前さんたちに話を持ってきてやったんじゃ。いい話？それって何ですの？実はな、この町に大層な美食家の料理人がおっての。そいつが今新作のトレビアンな料理を開発中なんじゃ。しかしな、どうしても足りない食材があっての。足りひん材料を？さあ、肥料の卵ってやっちゃ。しかし、肥料の卵はそうそう簡単に入手できる代物やない。そこでじゃ、我々がその卵を取りに行くと。さすがアレックス、勘が鋭いの。なんで私たちがわざわざ取りに行くんですの？何を？お前たち食べとないんか。美食家の作る新作じゃぞ、最高級品じゃぞ。どんな料理な？ええか、話では。一切れ口に入れるとふわふわの食感、一噛みすればそっから溢れ出すジューシーでクリーミーな味わい、思わず口の中がパラダイスじゃ。パラダイス？どうじゃい、やってみんか。やるやる、絶対やる。これだもの、なんで私が卵運びなんて。まあまあ、これもハンターとしての一つの修行ですよ、ビクトリア様。決まりじゃの。ん？ん？達人の提案で始まったモンたちの卵運び、目指すはジャングルの奥深く。モンたちは飛竜の卵を持ち帰ることができるのか。飛竜の卵といえばリオレイヤです。こいつの巣に行けば卵が手に入るはずです。そして卵運びなら運搬の達人のスキルと競争役グレートは欠かせません。モン様、お持ちですか？うん、持ってへんわ。運搬の達人なら私が。競争役グレートはちょっとないわね。わかりました。では私が競争エキスを持っていますから、道中こんがり肉を作って調合しましょう。とりあえず行っとこう。なんや、みんな絶好調やな。ほんまはビクトリアも美味しい料理食べたいんやろ。バカなこと言わないでよ。私が食べ物に釣られるなんてね。そうです、ビクトリア様に限ってそんなことは。あ、ほら、あそこあそこ、誰か倒れてるような。あ
いかん、モンスターにやられて動けなくなっているかもしれん。おい、大丈夫か？しっかりしろ。意識はあるん？待って、何か言おうとしてる。どこのどなたか存じ上げぬが、腹がお腹に怪我をしているの？腹が減って動けないでござる。腹が減ったとは予想外。モン様、何かお持ちですか？うん、こんがり肉なら持ってるけど。ほら、これでも食べ。満腹でござる。満腹って、心配したこっちの身にもなってよね。いや、すまんでござる。おかげで助かったでござるよ。かたじけない。モン様、どうしました？この人、どっかで見たような気がすんねんけど。いや、それは他人の馬に、あ、いや、空にでは。そうや、この人、この前、双剣で戦ってた人やんか。タッハッ、おりゃ、タッハッ。この前、あの時の。この前というのは何のことか存ぜぬが、確かに拙者は双剣使い。いや、あの双剣を使った攻撃、お見事やったわ。拙者、円太郎でござる。うち、今度から双剣で戦おうかなと思ってんねん。どうなん？やっぱり双剣は難しいん？そうでござるな。使いこなすには十分な修行がいるでござるが。モン様、話の途中ですが、早くリオレイヤの巣に行って卵を持って帰らないと。あ、せやった。ほな、行こうか。あ、いや、待たれい。長い人生そんなに急いでどこへ行く。ここで会ったのも何かのご縁。食べ物の恩義を返すためにも、ここは拙者もお主らの旅に同行させてほしいでござる。え？壁に耳あり、障子に目あり。お主らの話を聞くと、リオレイヤの巣を探しているようでござるが。そうやねん。でも場所もようわからへんし。それなら拙者の力が役立つかもしれんでござる。ありがたい。力を貸していただけますか？及ばずながらお供いたします。円太郎を仲間に加え、4人でリオレイヤの巣を目指すことになったモンたち。ここまでの戦いの中で最もモンたちを驚かせたのは円太郎の戦いぶり。自ら残機と名付けた双剣で次々とモンスターを撃破、圧倒的な攻撃力を見せつけた。すごいな。うちもやっぱり双剣にしようかな。どう思う、円太郎？腹が減ったでござる。また？はい、こんがり肉。落ち着いたでござる。もう、本当に紛らわしいわな。かたじけない。大体、いくら実力があってもすぐにお腹が減るようじゃ困るでしょ。ちゃんと戦える準備をしてから狩りに出かけるのはハンターとしての基本で。ね、聞いてる？もう、またお腹が減ったっていうの？静かにするでござる。どうした？今、飛竜の姿が見えたでござる。え？うちらには何も見えへんで？もしかして、自動マーキングのスキルでは？何それ？装備していれば、飛竜の位置を知ることのできるスキルです。へえ、円太郎、やるな！それほどでもござらんが、とにかく善は急げでござる。飛竜のところへ向かうでござるよ。円太郎に導かれ、たどり着いたのはジャングルの奥地。ここにリオレイヤの巣があるのか。確かこの辺だと思うでござるが。円太郎、あれ！おお、このリオレイヤの後ろに飛竜の巣があるはずでござる。いかがいたすか？いかがいたすって、倒すしかないやん。心得た。いざ出陣でござる。
殿、奴の尻尾に近づくのは危険でござるよ。こいつの弱点は足だわ。この大きな体を支えてるんだから、きっと足は脆いはず。厄介な尻尾はこうしてくれる。あとは拙者に任せるでござる。やったうん、バッチリでござる。さあ、ビクトリア様、今のうちに卵を。それってやっぱり運搬の達人のスキルを持ってる私の仕事なのね。期待してんで、ビクトリア。よし、競争薬グレートを飲んで頑張っちゃうわよ。エンタロウの力添えもあり、リオレイヤを撃破。念願の飛竜の卵を手に入れたモンたち、あとは卵を達人の待つ町まで運ぶだけ。どうしたん？腹が減ったでござる。達人、卵取ってきたで。あ、何をしとるんじゃお前ら。何って、卵を取ってきたんじゃない。美食家が新作料理を作るのに飛竜の卵が必要だと。ああ、あの話か。もう遅い遅い。遅いってどういうこと？お前らがあんまり遅いから、わしが自分で卵取ってきて作ってもろたわい。かなりの美だったぞ。せっかく頑張ったのに。飛竜の卵取ってくんのにこんなに時間かけとっては、一流のハンターになるのはまだまだじゃの。返す言葉もございません。あれ、あそこを見てみ。あの黒い翼の連中くらいの実力でないと、この世界で頂点を極めるのは難しいの。黒い翼？確か一流のハンターだけしか入ることを許されない凄腕のチーム。ほう、アレックスはよう知っとるの。はあ、昔憧れた時期があったもので。まあ、ような噂も聞くが、確かに実力は一流じゃ。お前さんたちも一流のハンターを目指すなら、名前を覚えといて損はなかろう。黒い翼か。